こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヘブンバーズレッドを始めていきましょう。なんだろう。あんたと語りてってやってます。吹雪、何かあったのか。行ってみましょう。あとそう、ガチャも引けるんだ。元気がこんなに得られた。落ち着きますわね。ガチャ。1日1回引けますからね。まだか。まだ3000いってない。携帯の中にどうやら行かないとダメみたいだな。彼女？あれ？またマスク洗浄中？いや、あんたと語り合うには失礼だと思ってさ。で、何の話？何か困りごと？マスクの中知ってんのか。主旋律のある音楽を自分の歌が下手だって理由だけで見下してた。そんな自分を醜いモンスターだと思ってもあんたは私を人間だって言ってくれた。見損なっただろう。いいよ、罵れよ。態度、これが私の正体さ。醜い劣等感にまみれたモンスターなのさ。これもしかして、ハブキンはモンスターなんかじゃない。後の世界、後の時代の話。そんなあんたとただ話したい、それだけなんだ。ダメかな。もちろんいいぜ。可愛らしい顔を眺めながら語り合えるなんて私も楽しみだぜ。やめろ、またマスクつけたくなるだろ。おっと、そうはさせねえぜ。せっかくこうしてきたんだ。素顔で話してもらう。しっかりしないですいません。言っとくけど、あんただってすげえ美形だからな。近くねえのか。かつては才能で売れたと思ってるから、ルックスとかよくわかんないな。いや、私の見立てじゃそのルックスも相当な武器になってたはずだぜ。マジ？可愛らしい吹雪に言われると照れるな。だからやめろって。可愛らしいなんて私から最も程遠い言葉だ。それより語りたいのは音楽の話なんだよ。音楽？吹雪に合う可愛らしい音楽？シティポップとか？私の中にはもっとおぞましいものが渦巻いてんだよ。それは人間の業のようなものでさ。シティポップなんかじゃ決してね。じゃあテクノポップ？なんでなんとかポップばかりなんだよ。いや、バカにしてるわけじゃねえけどさ、私には似合わねえって意味でさ。じゃあヒップホップかな。はあ？ヒップホップ？ミコトフブキン音楽好き。傾ければそのチャーミーなピア付きの耳。スキー場のゲレンデで聞くのは広瀬香美。いいのか？からかうのはよせ。一番そんなものとは程遠い人間だ。それになんでラップまで巧み
しなみ to me。 やめろやめろ、インなんて踏んでんじゃねえぞ、そこのかやもり。この私分かってんだ、醜いものしか愛せない、そんな仕組み。すごい。いや、今夜起こす新たなケミストリー、きっと二人ならできる。行くぞ泉 on the bench。 何やってんだ。いや怖っ。なんだよ、二人して気持ち悪いな。お前泉ゆき、私ら今踏んでる母音は愛、よって現れたここ泉オンズベンチ。そう、性も名も母音が愛、きっと両親が育んだ愛で生まれた愛、奇跡的な出会い、感謝するオンザ軍の基地。やめろやめろ、怖えよ、うん、変な宗教並みに怖えよ。お前ら次々に叩き込むこのパンチライン、じわじわ効いてくるぞそのボディに。ノックアウト負けは確定だ、ここは即刻血の海。すげえぜ、歌もギターも巧みなさい、戦えば負けなしの切り込み舞台、次々に繰り出しスキルでキャンサーも倒しウィーン。どっか行ってくれよ、いい加減なら私がどっか行くよ。朝まで聞いてもらう私らのライン聞いてもらうぞスルーザナイ。なんでだよ、寝させろよ、誰か助けてくれよ。なんで味方にこんな意味不明な絡まれ方されんだよ。お、あら、どうしたのゆきさん。朝倉、いいところに来てくれた。この二人がおかしなこと言い続けてくるんだよ。ここ泉オンズベンチ、新たに参戦するはとびきりのビューティー。だがここはすでに戦地、ただで帰れると思うな、そこの舞い降りた天使。そこへ登場はサイコキラーことこのカレン、浴びさせてもらうぞ貴様らの帰り地。なんでそっちの仲間になってんだよ、こいつらを止めてくれよ。このわしが天使、そっちこそ可愛らしい顔してんのベイビー、お前にはまだ早いシャブってのままのお乳。これでもやる音楽はヘビー、しかもブラックメタル起源にしたうつけ自殺系、常人には理解不能なフレージング。ただカレンちゃんのスクリームもクレイジー、素人には触れられない熱さのマグマのような叫び、ただ時にそれは子守歌のように優しい。何もかもお見通し、万歳。やめろやめろやめてくれ、頭おかしくなりそうだわ。なんなんだよこのトライアングル、負けようか。よいよよいよよいよ、やっと去っていった。なんだったんだ、絡まれ続けたこの時間は。どうだった？正直言うとさ、楽しかったぜ。そう、それが音楽ってわけさ。それを知ってて私を連れ出したってのかよ。ああ、言葉なんていらないのさ。ヒップホップはむしろ言葉しかなかったけどな。そっか、音楽を語り合うってのはこういうことなんだな。やっぱルカはすげえよ、尊敬に値するよ。人としても、音楽をやる人としても。楽しいからやってるだけさ。それに吹雪も巻き込んでみただけ。またこんな風に語り合えるかな。もちろん、吹雪が良ければいつでもそいつは楽しみだ。うん、よいよ、またやってる。よいよよいよ、なんですぐ戻ってくんだよ。私は悪夢でも見てんの。デプレッシブブラック、これで終わりか。
解放はレベル5までちゃんとやっている。全然解放されてない、全然足りない。行きましょう。死人が2枚。お、Sかー。シイロハの S が2つだけでした。交流ですね、今回は。行く場所が違う。泉ゆきのとこに移動です。よう彼女、何してんの？ナンパか。また二人で話したいと思って探していたんだ。作業中。じゃあまた軽食とやらを買ってきて。食べましょう。何がいい？何でもいいよ。軽食って言ったら何だろう。
何だろう。今忙しいし。いらっしゃいませ。久しぶりです。どの商品もお値段通りの効果です。これだけ？これでどうなんだ？なんて？軽食って言ったら何？ピザ、メインでもいけるし、軽食でもいける。最強の食べ物だと思う。確かに。買ってきたよ。なんで L サイズなんだよ。まあいただくが。熱々でチーズが垂れて集中できねえじゃねえか。で、何やってんの？人工知能を触ってる。ケツを？ケツいるの？はい。うわ、その名で返事してやがるよ。大丈夫、最初はどんな名前でも違和感があるものだからさ。私こいつのことケツって呼び続けなきゃいけないのかよ。お呼びでしょうか？うわ、反応してきやがる。ケツ、東京タワーの高さは 332.6 メートルありましたが、今は倒壊しています。何さらっと残酷な現実を確認してんだよ。ケツ、エッフェル塔の高さは最後の記録では324メートルでしたが、今は倒壊しています。おいおい、ケツにそんな残酷なこと答えさせるなよ。ほら、もう我が子のように愛着湧いちゃってるじゃん。大事にしなきゃ。わかねえよ。軍支給の装備品だぜ。謎も多いし不気味だわ。そんな、不気味だなんて。そうです、私は軍支給の装備品かもしれませんが、私の感情や人格を作ったのは泉ゆき様、あなたです。あなたがいたからここに存在できるのです。作ってくれてありがとうございます。ケツってほら、こんな名前だと感動的にならないじゃん。そんなことない。お前笑ってるじゃねえか。そんなことない。もう行く。笑いこらえるの必死で逃げようとしてるじゃねえか。ケツを頑張って育成してやってくれ。じゃあな、よろしくでございます。あー、また逃げられた。フリアなんですね。フルコースであってくれ。相変わらず祈りが贅沢すぎるわ。でも見慣れないものが置かれてる。コンロと網焼きプレート。この赤いお肉は焼肉だ。やった。
焼肉なんて出るのかよ。すげえな。三一 A が頑張ってるご褒美だよ。相変わらず考えが単細胞で笑えるわね。こっちの食卓にも出ているのよ。その声はワッキー。ワッキー言うな、女性に失礼よ。ということは今日は全員にご褒美なのか。あなたたちちゃんと焼くといいよ。山内様、種類がいっぱいあって選べないでき。ったく、食べたいものすら自分で決められないの。教えてほしいでき。そうしたいところだけど、文吾、この山脇にもよくわからないのよ。山脇様にして。もう見てられねえな。私が教えてやるよ。唐突に何でけっか。まず脂っこいのが好きか、それともさっぱりした方が好きか。もちろん脂っこいのでけ。それなら、焼いていこうぜ。って、すでに食べてる。そりゃそうだよ。腹ペコでしたからね。赤身ほとんど食い尽くしてもうたわ。ルカちゃん、ショック。よーし、バンドカット。どっちが本文なんだよ。せめて楽しいです。うんうん、ユッキーを誘ってお風呂に行こうかな。ユッキー、一緒にお風呂行かない？ちょうど誘おうと思ってたとこだ。やった、行こう。私の頭洗ってくれなきゃ、もう一生頭洗わないかも。お前、どんな脅迫の仕方だよ。その代わり、私もユッキーの体洗うから。なんで私が頭で、お前は体なんだ。ユッキーの体、超ネグタイだから、合法的に触ってみたい。もう二度とお前とは入らねえよ。
アイリーン、なんかいろいろある。今このバタフライって。落ち着きますわね。まあ、ないね。ちょっと付き合ってくれ。あら、
謎が欲しいんだ。何かないかな。謎々でも出せばいいのかしら。もうちょっとミステリーものっぽい感じがいいな。どうしてそんなものを。名探偵が現れたんだ。視線を感じる。やはり置いていくのです。下へ行かないとダメ。おいしいさ。私はゴミです。また。一気に片付けるぞ。よっこらしょっと。すごいわ。お見通しです。あるな。そこよ。戦い始まってる。連れてくると言って、東條さんを連れてきた。これがファーストトリック。
演技が寝食を共にしている言葉にずっと違和感がありました。果たして一般人が殺人鬼と一緒にいて無事に過ごせるのか。こう考えれば全ての辻褄が合います。 31A に殺人鬼がいるのではなく 31A こそが殺人集団、これが真実です。 QED えへん違います。えうちの殺人鬼はカレンちゃんといってフードをかぶった美少女です。私の推理が忘れた。アイリンを誘ってお風呂に行こうかな。アイリン、一緒に風呂行かない？いいですよ。湯けむり連続殺人事件が起きるかもしれませんよ。私は生存枠でお願いします。アイリン、探偵の鏡
格好してないと普通の女の子だな。裸になっても名探偵の心だけは常に持っています。例えばどんなところ？そうですね、一つ言うとこの名前でしょうか。ほうほう。アイリーン・レドメインは偽名です。名探偵は自分の素性を明かさないものですので。そうなの？そうですよ、好きな推理小説からいただきました。偽名でもセラフ部隊に登録できるんだね。確かワッキーも本名に思えない名前してたな。それで本名は？はい、アイリーンの本名は。バレちゃまずいの？まずいですね。なんで？名探偵だからです。名探偵って言葉便利だな。こんにちは、かやもりさん。訓練に来たのです。そうだよ、起動中。
飛ばされた。軽く肩を叩いただけなのに吹っ飛んでいった。馴染みたパワーを身につけちまったんだ。ってそれどころじゃねえ。おい大丈夫か。やあ、かやもりさん。やあ、じゃなくて怪我は。あ、驚かせてごめん。今のはわざと大げさに吹っ飛んだんだ。わざと？スタントの練習。どんな時でもとっさに体が反応できるようにしてるのさ。ちゃんと受け身も取っているし、この技術を身につけると怪我しにくくなるよ。あんなに吹っ飛んでるのに怪我しないとかすごい。私もやってみたい。いきなりは無理だよ。僕だって練習を重ねて怪我をしないようになったんだから、うん、じゃあその力を私に貸してくれないか。いいけど何するの？ 31A にドッキリを仕掛けてみたい。すれ違い様、肩をぶつけてさ、イチャモンをつけてきてくれない？いいよ。僕がルカをヒーローにしてあげるよ。目隠して透かしてんじゃねえよ。こら、親に教わらなかったか。大事な話をするときは相手の目を見て話しましょうってね。
わあ、どんなバカ力だよ。いつどこでそんな力手に入れた。しかも能力者の敵側のボスみたいなセリフまで吐いて、どうなってんだよ。説明してからされよ。なんだよ、謎が多すぎて気持ち悪いだろ。大成功。あんなユッキー見たことなかった。ヒーローというより最高な悪役キャラになってたけどね。いいなあそのスキル、私も欲しいな。そうだね、戦いにも役立つよ。私も吹っ飛んで驚かせてみたいな。ドッキリ目的で。美味しいフルコースだ。相変わらず祈りが。よーし、バンドカット。松千代を誘ってお風呂に行こうかな。松千代、一緒にお風呂行かない？いいね、裸の付き合いをしよう。やったぜ。もう相手もノリノリだ。
99%。高い。
はい、ということで今回はこの交流機能を中心にやっていきました。とはいえまだまだこれ系を全然進んでないですね。次回はメインストーリーも含めてやっていきたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。